はい、どうも KG こと小次郎ゲームズです。やってきました「ファイナルファンタジー7リメイク」ね、今回はねデモ体験版になっておりますが、ようやく手に入れることができましたということで、はい、もう待ちに待った「ファイナルファンタジー7リメイク」のね体験版がプレイできるということで、一番魔航路爆破作戦というところまでプレイ可能だそうです。でこれをねやっていく KG はこんなに楽しみなことはない、こんなに待ち望んだことはない、ようやくねセブンリメイクこの手で稼働させることができる、クラウドをね操作することができる、あのリメイクの物語の中へと KG 入っていきたいと思います。はい、それでは今回ね体験版なんですけどやっていきましょう。はい、皆さんぜひねこの体験版見ていただいてリメイク予約よろしくお願いいたします。いきましょう。さあということで皆さんデモムービー見ていただきましたが、実はこのままスムーズにプレイに移行するんですね。前回ねこの部分ねちょうどオープニングムービーの方はトレーラーの方で流れたんですけど、この後すぐクラウドが操作できるという、ちょっと手が震えております KG。 さあ後ろ姿のクラウドかっこいい。マテリアが1つついてますね、バスターソードね、見えますね。じゃあちょっと振り向いてみましょうか。さあ振り向きました。どうですか、かっこいいクラウド、完璧に出来上がってる。これは KG が一番好きなクラウドのスタイル。かっこいい。やばい。カメラも360度動く全部見える。あれはマコールかな。一番マコールだね、後ろに見えてるのが。さあバレットが待っている。で一応あそこにね死んだ兵が倒れてるんですけど、原作ではねあいつに何度か話しかけると確かにポーションがもらえるんで試してみたいと思うけど、さあ一応ねボタン操作の方を確認しておこう。おーっと四角ボタン、プレイステーション4コントローラー四角ボタンで通常攻撃かな。連打すると連打は特に反応しない。B ボタン、ペケボタンも特に、丸ボタンもない。じゃあ四角攻撃ポーズ、ゲーム再開。今のところこれぐらいかな、できるのが。ジョグダイヤル、まあ方向移動と攻撃ボタンぐらいかな。特にあとはまあカメラ操作ぐらいだね。うん、スムーズに動くね、クラウドも。うん、右側にちょっとね今動き方のチェックしてる。いい感じで動くかな。うん、小刻みにも動くし、ジャンプとかは今のところない。押し込み、ジョグダイヤル押し込みでダッシュだね。何か障害物に当たるまでは走ると思うかな。さあクラウド、いいね、凛々しい、かっこいい。さあくまなく見ていこう。チェックすべて覚えておこう。見て目に焼き付ける。あ、こういった水たまりに映るね光とかもちゃんと再現というかね表現されてる。さあじゃあ行こうか、そろそろね。5択はいいということで、あ、この辺なんか倒したりできるんだね。おお、破壊できる。火花飛び散る。なるほど。ちょっと剣を振った後のその何刀を剣をしまうモーションにちょっと時間かかるかな、クラウド。うん、あ、でもいい、かっこいい。やばい本当にやばい。ちょっと長いことごめんだけどクラウド操作できてるんだよこれ。いいね。じゃあバレット話しかけてみましょうか。バレット話しかけることはできない。特に何も出ないね。おっ、来た。ヘビー止まれ。さあバトルか。クラウドの基本操作、戦う剣による攻撃、長押しで周囲の敵の範囲攻撃放つ。なるほど。今ねクラシックモードでとりあえずプレイします。バトル難易度設定をクラシックにすると操作キャラクターも自動操作、適度に攻撃や回避、ATB ゲージが溜まった時の丸コマンド選択のみに集中してバトルを進めることができる。操作を行えばいつでも自分で操作できます。バトル難易度はイージーと同じ。なるほどね。今回クラシックモードでちょっとねサポートを受けながら、コマンド選択のみに集中してやりたいと思う。左上、ペケが回避、ペケ回避、 R1 ガード、 L1 ショートカットコマンド、ジョグダイヤルがターゲットロックオンで三角ブレイブモード、四角戦うコマンド。じゃあコマンドのみに集中してねやりたいと思う。侵入者か、おとなしくしろ。なるほど、ちゃんとボイスも入る。コマンドは今のところどれもつかないし、まだかな。 ATB ゲージが溜まるまで使えません。でこのままアサルトモード、クラウドはレベル7になった。早い。さあこの死んだ兵ね、最初からいたこの死んだ兵、アイテム違うね話しかけることが今のところできないのかな。そういったアクションボタンが見当たらないけども、これはアイテムを使用だね。話しかけるボタンっていうのが今のところ見当たらないかな。さあさっきのねオープニングバトルもあっという間に終わったんでね、ちょっとね自分で操作していないっていうのもあるんだけど、いや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 、でもいいでもいい。こいつなんかできないかな。ちょっと何もないね、特にね。クラウドが向いている方向、視線の方向で右ジョグダイヤルを押し込むとカメラがその方向に移動ね。 OK、 じゃあ行こう。この信頼兵は特にそうだね、今はできないかな。体験版の方ではおそらく何も話しかけたりアイテムを取ったりすることはできない模様。あ、コマンドって出ましたね。あ、一緒か。そうかそうか。アイテム常に出てるんだね、下に。HP1026MP30。 いやー、こっからなかなか動けないなかなか動けない。いやでも早く行こうかね。じゃあ行こう。無価100式90型式600、死んだ魔鋼列車。いやーこれ何回でもプレイできるわ。おーかっこいい。これサムデール確定だなこれ。よし行こう。何事だ。おい止まれ。クラウドはおとり。時間経過や視覚で敵を攻撃すると ATB ゲージがたまる。 ATB ゲージは2段階までためることができる。敵を攻撃して ATB ゲージをためてみましょう。動くな。動くと撃つぞ。好きにしろ。ATB ゲージを消費することでアビリティ、魔法、アイテムなどバトルコマンドを使う。まるでコマンドを使う。なるほど。 ATB ゲージたまったかな。これ決める。アビリティブレイバー、バーストスラッシュ。さあクラウドスローモーションで動いている。かっこいいスローモーション。さあバースト効果大。じゃあまずはバーストラッシュいきなり使ってみようか。さあバーストソードがかっこいい。さあ行くぞ、バーストスラッシュ。警備兵 A 行ってみようか。遠いところにいるとこ。鋭い突き。おおかっこいい。まさかソルジャーか。で今はATB ゲージ使ったので次使える。おっと弾飛んできた。これ動けるのかな。あやばいやばい、飛んできた。あう当たった。モーション中は特にあれだね、移動できなかったね。でもさあアビリティ次はブレイバー。クラウドはスローモーションで移動している。この時にこの時に移動はできなかったね。うん、ちょっと攻撃してしまったね。フィールドではメインメニューやマップから様々な情報を確認することができる。メインメニューを開くオプション。現在の目的や地図を確認。なるほど。矢印アイコンに近づくと自動でジャンプやくぐるなどのアクションを自動で行う。ほうほう。敵は消える。オプション。メインメニューではキャラクターのステータスやアイテムの確認。バトルセッティング。クラウド。L1 と丸ボタンでポーション。なるほどね。リミット技に強切りを持ってる。レベル7。HP1006 ね。はい。クラウド。バトルリーダーっていう風になってるね。で、マジックは、今のところファイヤーを持ってるのかな。アイテム、ポーションとエーテル、ステータス、物理攻撃が22、魔法攻撃22ってことかな。ブロンズバングルを装備している。バスターソードとね、うん、なるほど。でマニュアル、なるほど。ヘルプね。システム。オプション。ゲームプレイ、カメラ、サウンド設定。OK。なるほど、なるほど。いいね。ここに Buy Now っていうのが、ここでメニュー画面からゲームを買うことができるというね。購入します。なるほど。細かいな。インフォメーション、くっきり見えるセクター5。これはね、前のセブンでは見れなかった。おっと、ここになんかポスターが貼ってあるぞ。なるほど。細かくこんなところも宣伝している。ヘアトニック売ってるね。なるほど。おお、外も見える。おっと、自動販売機が、これはクリアアイシクル。あ、これは何、ゲームできる、もしかしたら。でもない、自動販売機っぽいね。細かいね。ここは何もポスター貼ってないけど、これ体験版だからかな。正式版がリリースされたら、ここね、何かハマってないかチェックしたいと思う。デリシャスフレッシュヘルシーって書いてあるね。バノーラホワイト。いやー、いいね。なかなか先に進むのがもったいないけど、ここもポスター何も貼ってないね。で、ここ近づくと自動でジャンプするんだね。かっこいい。さあ、バトル、次はね、ブレイバー使ってみたいと思うね。作戦通り。さすがっすね。敵の攻撃は R1 ガードか敵回避でかわしましょう。ガードに成功するとダメージ減るだけでなく ATB ゲージもたまる。ガードが R1 ね。敵で回避。 OK。 さあ、アビリティ、かっこいいブレイバー。警備兵 C しかいない。こいつやられたんか今。さあ、ブレイバー。終わったな。いやー、かっけえな。やばいやばい。ちょっと今の兵士内股っぽかったんだけどな、最後。うつ伏せ状態で。うーん、いや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 、いいな。延々ここでバトルやってたいわ。ちょ、早く行けよって思うかもしれないけど、信羅建設、もうダメだ、これダメだわ。細かくチェックしないと。いやいや、そんなすぐには行けないわ、もったいなくて。どっか開けれんかなこれエリクサーぐらい取れないかなこれ。まあでも初期の頃のリメイクは、リメイクじゃない、セブンはこんなシーンなかったからね。移動できたりなかったから。開けたりするとかいうことはできないね、今のところ。道なりすごいね、マジ駅だ、マジ駅マジに駅だ。調べる話しかけ、あ、やっとここでできた。三角で宝箱を開けたり人に話しかけたりすることができる。ホールドと表示されるときは長押しで反応。なるほど、三角ね。宝箱あった。じゃあこれをね、開けてみよう。三角ボタンで片手開け、ポーション2を入手。なるほど、クラウドは片手開けだね。なるほど、いやダッシュもかっこいい。三角ボタンでアイテムを取ったりすることができるから、ほら、あったあった、ここね、奥に。こういうことですよ、ロールプレイングっていうのは。手榴弾にくまなくチェックね。ジャンプボタンがそろそろ増えるんじゃないかな。じゃあ次はね、アイテムの取り逃しのないように。いや、いいね、かっこいいわ。クラウド出来上がってる、いい。さあ、神羅ボックスを見つけたら剣を振って壊しましょう。箱の中からポーションやマジックポイントを回復する魔鉱石が見つかることがある。 MP ね。神羅ボックスっていうのがあるんだ。あ、なんかいるね、誰か。ああ、ウエッチくんか。じゃあこっち行って、これを高いポーションを入手。この青い光かな。あ、今のが魔鉱石ね。で MP 回復だって、自動回復とポーションも手に入れたってことですね。さあ、じゃあウェッジ君のとこ行こう。この箱も壊せる、これも壊せる。ポーションを入手。でソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら、例えるな。ビックスとジェシーの会話がありましたね。見た目がいいから許すってジェシー言ってましたね、クラウドのこと。さあウェッジ君、三角で話しかける。クラウドさん、頼っていいっすよね。もうすぐ開くっす。ゲートが開けば作戦開始。うう、お腹痛い。クラウドさん、頼っていいっすよね。もうすぐ開くっす。ゲートが開けば作戦開始。はい、ということで、ここゲートをね、爆破して侵入ということですね。うん。あそこバレットがいるところに行けばだね。じゃあこっちは話しかけられないかな。危ない、剣振ったらダメだろそここれやっちゃダメなパターンだ。ここはちょっとね、剣振り制御してほしかったな。やっぱりこうなるからね。さあ、ここは話しかけることもできない。ジェシーとビックスは話しかけられないけど、ジェシーが今オートロックを開けてるんだね、確か。じゃあバレットのとこ行こうか。死んだ建設。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。出ました、名言、大好き。ウェッジ。あ、高い金払う。がっかりさせんじゃねえぞ。さあ、ここから魔航路に侵入ということで、これからね、魔航路侵入していきたいと思います。いやー、いいね。ちょっとね、もう本当、もう始まったとこらへんから、クラウドちょっとおかしいな。影の感じ、顔が、影の当たり方がちょっとね、うん、まあでもね、まだ全然進んでないけど、もうなんだか肩がすごい疲れるっていうか、もう緊張してる。ああ、いやでもね、楽しかった。こっから先ね、まだ魔航路侵入して爆破作戦まではデモプレイできるらしいんで、この後やっていきたいと思う。うん、で、今回の動画はここまで。この後ね、この先進んでいって、また動画すぐに配信したいと思うんで、皆さん待っててください。このね KG、 今回のこのもうちょっとね、興奮がもうすごいんだわ、本当に。こう戻れるならもっぺん戻って、まだうろうろしてたいぐらいなんで、うん、ということで今回以上かな。はい、またね、次の第2弾待っててください。すぐにね、配信したいと思います。はい、それでは今回は以上ね。はい、ではバイバイ。工場ゲームでした。